そんなことはないです。我が主の駒となれて私は光栄です。我が主は強き者、虐げる者です。弱者を踏みつけるのは当然の権利なのです。いじめる側の人間ってわけ最上級のいじめっ子の作り方って知ってる？いいえ。簡単よ。短い時間でもいいからたっぷりいじめて、不意にそれをやめ、今度は力を与えるの。しかもすごいことに、本人はほんの3日しかいじめられてなくても、その100億倍の期間の間、自分はいじめられっ子だと信じながら最上級のいじめっ子として君臨するの。それが我が主と何か？あんたにベルンのことは何も分かってないわ。だから私はね、ベルンがどんなに冷酷で残忍で最悪なゲロカスであっても、私だけはあの子の本当の姿を知っててあげたいの。そして私もね、私の本当の姿を理解してくれるのは地獄の生還者であるあの子だけだと思ってるのよ。あんたは私とベルンの仲を嫉妬してるみたいだけど、諦めなさい。あんたがくぐってきたと思ってる地獄なんて、私たちが這い出してきた地獄では瞬き一つ程度のもんなんだから。お言葉ですが、地獄は長さではなく深さだと考えてます。ふーん、言うじゃない、真実の魔女エリカ。ラムダ・デルタ教の潜られた地獄を私は存じません。そして私が地獄にいた時間などきっと瞬き一つ分程度でしょう。しかしその深みでは私は何ら劣ることはないと思っています。あんたの戦勝祝いも兼ねて反論しないで聞いてあげるわ。私に言わせれば、我が主の落ちた奇跡があれば抜けられる地獄も存じ上げませんが、絶対の意志があれば抜けられるラムダ・デルタ教の地獄も、どちらも抜けられるようにできている程度の地獄です。へえ、言うじゃない。私は真実の魔女です。私の潜った地獄にはただ真実がありました。真実という冷酷な現実の前には一切の意志も、そして奇跡さえも介在できません。私はその真実を踏み越えてここへ至ったのです。この真実に耐えるという力において、私はあなたにも我が主にも引けを取るつもりはありません。真実に耐える力って何よ。わからぬものにはわかりません。それを制止できなかったからこそ、あなたたちは真実の魔女足りえないのではありませんか？許すわ、その暴言も。それに相槌を打ってあげることが、このラムダデルタからの勝利の褒美よ。ありがとうございます、大ラムダデルタ教。あら珍しい、あなたたちが仲良くしてるなんてね。ラムダ・デルタ教に我が主の昔話を伺っておりました。奇跡の魔女である我が主にふさわしい奇跡の物語を。一度だけ許してあげる。はい。二度と私の昔の話はしないで。失礼しました。それよりこのようなところへどうしてお越しに？あなたに褒美を取らせようと思って探してたのよ。
褒美ですか。ありがとうございます、我が主。へえ、何それ羨ましい。何を取らせる気。まずあんたを仮でなく本当の魔女へ昇格することを認めるわ。後見人は私よ、真実の魔女フルドエリカ。あ、ありがとうございます。仮が抜けただけじゃないの。その程度の褒美じゃあまり嬉しくないわ。もっと素敵なご褒美がいいわよね。いえ、そんなことありません。十分嬉しいです。もう一つの褒美はあれよ。あの男をエリカに褒美として与えるわ。バトラーを褒美に。へえ、なるほどね。エリカにこのゲーム版の領地を全て相続しようって言ってくれてるのよ。そういうこと。バトラーの指をご覧なさい。領主の証である片翼のわしの指輪をつけているわ。あれをあなたのものにすればあなたは正式にここの領主となる。私に嘱託されるんじゃない。名実ともにあなたの領地となるわ。その指輪をバトラの指から抜き取れと。バカね。女が男の指から指輪をもらえる儀式は一つしかないじゃない。エリカ、領主夫人となってバトラをめとりなさい。バトラをですか。ええ、そうね。永遠に目覚めない漁師にはそばで支えて執務を代行する伴侶が必要だわ。つまりあなたがこの領地を支配するのよ。そして結婚式を挙げ指輪を交換する。バトラの漁師の指輪はあんたのものになる。そして代わりにあなたは霊族の指輪をバトラの指につけなさい。あなたは永遠にバトラを支配し、恥ずかしいこの領地で、ゲーム版で、あなたの心が赴くままに、大好きな物語を好きなだけ紡ぎなさい。両親はフルドエリカ、あんたの望む物語で、すべてが叶うわ。両親は神、おめでとう。あなたはこの、小さいけれど素敵な世界の神になるのよ。それは、本当ですか。若主、私がこの世界の神に。それが私があなたに最後に与える褒美。バトラの指輪を得てあなたは自らの世界を作りなさい。その時あなたはもう私の駒じゃない。一人の立派な、そして素敵な魔女だわ。おめでとう、エリカ卿。そしていつかかつてベアトがそうしたようにまた訪れる私を歓待しなさい。はい、我が主。これほどの栄誉はありません。そして気に入りました、バトラとの結婚。思えばこれほどの謀略はないわけです。何しろあのベアトリーチェはバトラに尽くしたい、好かれたいという感情から生まれたらしいじゃないですか。そんな魔女が生み出した世界で私がバトラをめとる、汚す、恥ずかしめる。わかります。恋焦がれる人を奪われる苦しみ、よーくわかります。私はついにそれを与える側に回れたのですね。光栄です。これほどの栄誉はありません。気に入ってくれてよかったわ。あなたが世界で一番喜ぶ褒美だと私は知っていたんだから。
ありがとうございます、ありがとうございます、我が主。素敵なフィナーレじゃない、結婚式をやるのね。そうよ、盛大にね。ベアとのゲームの最後にふさわしいじゃない。もちろんベアとにも招待状は送るんでしょ。来てくれるといいんだけど。さあ忙しくなるわ。式の準備に段取り、招待状、ウェディングドレスにケーキもね。披露宴の準備もしなくちゃ。聞こえてます、バトラさん。これからあなたがどうなるか。せよ、その密室は。だってあなたがあれほどに赤き真実を並べ密室であることを示したのですから。だから安心して永遠に閉じ込められていてください。そうしている間にあなたの体は私がたっぷりと恥ずかしめて差し上げますから。あなたとの寝室は鏡張りにしましょう。あなたがどうやって恥ずかしめられているか、あなたは。その部屋には天井に鳥かごを吊るしましょう。その中にはあなたの愛しの魔女ベアトリーチェを閉じ込めておきましょう。ね、素敵でしょう。ああ、わかるわ。こちら側はなんて甘美なのかしら。いやあ、聞いたかい、フルフル。ええ、聞いたわ、ゼパル。バトラ教とエリカ教が結婚式ですって。どういうことですか。ご存知の通り、ここの領主様はお心を塞がれてしまって物も言えない。美しきエリカ卿がその妻となられて執務を支えられることになったんですって。泥棒猫め、好き放題しよって。奪い返そうぞ。わらわに関心はないが、そなたのこととあっては人事ではない。体だけ奪い返しても仕方がないよ。何しろ
婚約証書には大ベルンカステル卿が立ち会い人に名を連ねておいでなんだ。元老院の大魔女が立ち会い人を務める以上、覇気は本人の意思以外ありえないの。やはりバトラさんの心をあの密室から救い出さない限り助けることはできないのですね。なら彼を密室から救い出す方法を見つけて。花婿を奪いに行くのね。ああ、それは素敵。それができればオペラにしたいほどの美しい物語となろうぞ。しかしながらバトラを閉じ込める密室のなんと難解なことか。出口は扉のみ、そしてチェーンが閉じられていなければ脱出は認められない。その上チェーンは外からは閉められなくて、入れ替わりに来てくれる人もいないときたわ。どう考えてもお手上げだ。諦めたらもう助けることはできないんです。今は諦めずに考え続けることだけが彼を救う唯一の手段なんです。ゼパルとフルフルは最も強力な悪魔たちに名を連ねるであろうが、その魔力はあらゆる不可能を可能としてきたという。そなたらの魔力もしくは知恵でこの不可能な密室を破る妙案は出せぬのか。そうさ、愛ならどんな不可能も成し遂げる。成し遂げられないということは愛が足りない証拠だわ。それを言われると悔しいです。でも諦めない君の意志の強さには感服するよ。そんなあなただからきっと奇跡を起こせるわ。その奇跡のヒントくらい出せぬか。そなたらとわらわは短い付き合いではあるまいに、別れの選別に我が妹にせめてヒントくらいは出してやれぬか。ヒントなら僕たちはいつだって与えてる。愛がなければ見えない。見えぬから見せろというのに。こやつらはいつもこういう調子でな。退屈はせぬがこういう時には腹立たしい。今時純情な娘を、愛を司る悪魔として心が痛まぬか。出せ出せヒントを。ヒントのヒントくらいなら出せるであろう。するフルフル。ヒントのヒントならいいかしら。ああ、それで構わんから一つドーンと頼む。よし、それではゼパルとフルフルから愛のヒントのヒントをプレゼント。お願いします。答えが見えないのは愛が足りないから。だからそういうヒントではなくて。もしも足りないのなら、満ち溢れた恋人たちを観察してはどうだろう。